超遠心機、超遠心機、超遠心機は、超高速回転に最適化された遠心分離機であり、100万 G、約秒速 9800km もの加速度を生み出すことができる。超遠心機には分離用、プリパロティブと分析用、アナリティカルの2種類が存在し、どちらも分子生物学、生化学、高分子化学において重要である。 1924年、テオドールスベドベリワ 7-00G-12000RPM 0の加速度を出すことのできる遠心分離器を構築し、超遠心機、ウルトラセントラフュージュと呼んだ、これは以前に開発されていた、原外顕微、ウルリマイケレスコープとの対比である。1925年から1926年にかけて、スベドベリワ 100-00G 42000rpm まで到達可能な新たな超遠心機を構築した。現代では一般的には 100-000G 以上の加速度が可能な遠心機が超遠心機として分類される。スウェドベリは超遠心機と用いたコロイドとタンパク質の研究で1926年のノーベル化学賞を受賞し、真空超遠心機は バージニア大学物理学科のエドワード・グレイデン・ピケルズによって発明された。真空状態にすることによって、高速回転によって生じる摩擦が低減された。また、真空システムによって、飼料中を一定の温度に維持することが可能となり、人工実験の結果の解釈の妨げとなる対流が除去された。1946年、ピケルズは自身がデザインした分析用、 分離用長遠心機を販売するために、スピンコ社、スピンコ、スペシャライズドインストゥルメンツコーを共同で設立した。ピケルズは自身のデザインが商用利用には複雑すぎると考え、より容易に操作可能なフールプルーフ型を開発した。しかし、デザインの改善によっても分析用長遠心機の売り上げは低迷したままであり、スピンコ社はほとんど破産状態となった。 会社は分離用超遠心機の売り込みに注力することで生き残り、生物医学分野で有用な装置として人気を博することとなった。1949年スピンコ社は最高で 40...00RPM 40に到達可能な分離用超遠心機モデル L を導入した。1954年ベックマンインストゥルメンツゲンはスピンコ社を買収し、 同社のスピンコ延伸機部門の基礎となった。分析要長延伸機では回転している資料は紫外急行や干渉工学系によってリアルタイムでモニターされる。これによって延伸力場の因果に伴う回転軸に対する資料濃度プロファイルの変化を見することができる。現代的な装置ではこれらはデジタル化されて保存され、さらなる数学的解析がなされる。 人工速度実験と人工平行実験という2種類の実験がこれらの装置を用いて一般的に行われる。人工速度実験では人工の全時間経過が解釈され、溶解した高分子の形状とモル質量、並びにそれらのサイズ分布が得られる。この手法によるサイズ分解能は粒子半径の事情にほぼ比例し、ローターの速度を調節することによって、 1 0 0 °から 10°C までのサイズ範囲をカバーすることができる。また、鎮光速度実験は、高分子複合体の数ともる質量のモニタリングや、各要素の分光的シグナルの際を利用した多重シグナル分析による複合体組成についての情報、ギルバート・ジェンキンス理論で説明されているような高分子系の鎮光速度の組成依存性などを利用すること、 高分子間の可逆的な化学平衡の研究を行うことも可能である。沈降平衡実験は実験の最終的な定常状態を対象とする。定常状態では沈降は濃度勾配に対抗する拡散との平衡にあり、時間に依存しない濃度プロファイルが得られる。遠心力場における沈降平衡の分布は、ボルツマン分布によって特徴を付けられる。 この実験は、鉱分子の形状の影響を受けず、鉱分子の持る質量と、化学的反応が起こる。混合物では、化学平行定数が得られる。分析超遠心解析から得られる情報には、鉱分子の全体形状、コンフォーメーションの変化、鉱分子量のサイズ分布が含まれる。タンパク質のような鉱分子は異なる。非共有結合性の複合体感の化学平らにある、ため、 複合体の数やサブユニットの量比や平行定数が超遠心解析によって研究される。現代的なコンピュータを用いた解析が容易になったこと、アメリカ国立衛生研究所のサポートを受けたソフトウェアパッケージであるセットフットが開発されたことによって分析超遠心の利用は近年拡大している。分離用超遠心機では幅広い実験用途に適した 様々な種類のローターが利用可能である。ほとんどのローターは資料を含むチューブを保持するようにデザインされている。スイングローター、スインギングバケツローターでは、チューブはヒンジに引っ掛けられ、ローターが加速するとチューブは水平方向へ向く。固定角ローター、フィックストアングルローターでは、チューブは決められた角度に保持される。ゾーナルローター、ゾーネルローターは、 中部ではなく一つの中心部のくぼみに大量の飼料を保持するように転移されている。ゾーナルローターの一部ではローターの高速回転中に飼料の注入と回収を行うことができる。生物学において分離用ローターは細胞小器官、ミトコンドリア、リボソームなどやウイルスなどの微細粒子を含む核分のペレッティングに利用される。 また分離用ローターは密度勾配遠心分離にも利用され、この場合チューブは上部から底部へ向かって濃度が増加する濃厚な物質を含む溶液で満たされている。細胞小器官の分離には一般的にはスクロースの濃度勾配が、核酸の分離にはセシウム塩の濃度勾配が利用される。十分な高速回転が行われた後ローターは滑らかに停止し、 勾配はゆっくりと吸い出されて分離された要素が単理される。超遠心分離機の運転時のローターは非常に大きな回転運動エネルギーを有するため回転するローターの壊滅的な破損が重大な懸念となっている。従来のローターはアルミニウムやチタンなどの重量比強度の大きい金属で製造されている。日常的使用や刺激の強い化学薬品の溶液によるストレスは やがてローターの劣化を引き起こす。装置とローターを推奨範囲内で適切に使用して、ローターを注意深くメンテナンスし、腐食を防ぎ劣化を見つけることがリスクの低減に必要である。近年では一部のローターは軽量の炭素繊維複合材料で製造され、60%軽量化され、より早い加速、減速が可能となった。また、 炭素繊維複合材ローターは耐食性があり、ローター破損の主要な原因が取り除かれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。